よくぞ来たな。いや、お兄ちゃんにちょっと紹介したいスペシャル部屋があるんだよ。スペシャル部屋、何それ？じゃじゃーん！はい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 。ケナ太郎秘密防具入れ部屋。ケナ太郎秘密防具入れ部屋？何それ？そう、入ってごらん。あ、入っていいの？はい。あ、ちょ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 、開けてください。はい、入ってごらん。あー、ありがとう。うおー、何これすごい。じゃーん！なにこれ？俺が集めた伝説の工具と伝説の武器たちです。これをお兄ちゃんに自慢しに来たの。いやいやいや、待って待って待って、このアイテムってさ、俺も持ってたけどな。どれ？ここにあるやつら、しかも俺しか持ってない、めっちゃレアなアイテムだった気がするんだけど、どこで手に入れたの？どれのこと？どれ？これ？これ？いや、ここら辺全部俺も持ってたんだけどな。世界に一つしかないって聞いたけど、待って、まさかと思うけど、ケナ太郎、お前このアイテム、俺のチェストから盗んだりしてないよね？盗んだわけないじゃん！俺が嘘ついてると思ってんの？弟疑うなんて最低だよ。でも待って、出てっていいよ。ちょっと待って、出てってもういいから。いやいやいや、お前よく見たらあれじゃん、チェストに見て、ほらこれケナソイ防具セットって俺ちゃんと名前つけておいたよ。俺が嘘つかないだろ。なんでだよ。信じれないっていうのか。いやいや、信じれない。もうだってあそこ証拠ある。今まで嘘ついたことあるのか俺が。じゃあ、いや、何回もついてるよ。はい、じゃあこれもうケナ太郎回収ね。これ書いてあるもん、俺名前ちゃんと書いてあったからね。書いてあるから全部。はい、よこせよよこせよって認めたな、とうとう。出てけ、お前もういいから、俺出てけ。はーい、あ、じゃあついでに、はい、このケナ太郎のね、ダイヤモンドも没収と。ごめんねー。ちょっと待って、やめてそれ。なになになんでなんでなんでだよ。お願いします、嘘で、私が全部盗みました、兄ちゃんの家から。だろ。はい、もう嘘つかない。嘘ついたらもう何でもする。もうどんな仕打ちでもしていいから、ダイヤモンドを返して。はい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 、何でもしていいの？何でもする、もう嘘つかない。だからダイヤ返して。じゃあいいよ、分かったよ。ダイヤモンドはとりあえず返すけど、とりあえずこの防具は俺のだから。防具も返して。返してじゃない。まあまあまあいいけど、もうあげるよこれプレゼント。でもケナ太郎、これあげるけど、今の発言絶対忘れるなよ。もう絶対嘘つかないって。嘘つきません。嘘つきません。はい、じゃあね、ちょっと、はい、俺他に用事あるから。はい、どうも、嘘ついたことありません、ケナ太郎でーす。ってことで、今見てもらった通りなんですけど、あの嘘つきケナ太郎がね、二度と嘘をつかないって宣言しました。しかもなんか言ってたよね、もし嘘ついたらもうどんなこともしてもいいって言ってたから、まあね、多分正直この約束絶対破ると思うんで、今回は嘘つくケナ太郎にとあるドッキリ仕掛けていきたいと思います。ということで、本日の企画、ケナ太郎が嘘をつくために領域展開ドッキリー、よいしょー。はい、てなわけでね、今からケナ太郎と前からやっていってね、もしケナ太郎がそこでね、少しでも嘘をついたら、呪術廻戦の領域展開をね、食らわせるというドッキリ仕掛けていきたいと思います。嘘をつくのは良くないって思う人は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いしまーす。ということで、早速ドッキリー、レッツゴー。無料空所。LINE スタンプ、絶賛発売中。みんな買うんだぞ。よし、ということで皆さん、早速ケナ太郎がね、嘘をつくたびに領域展開でボコボコにするドッキリやっていこうと思うんですけど、これで見てください、こんな感じでね、選べるんですよ、術師を。ちょっと英語で書いてあるんですけど、ここの術師だったり呪霊のキャラクターを選んだら、そいつの技が使えると。とりあえずどうしよう、最初のキャラクター何にしようかな。ジョーゴにする、呪霊にしようかな。ケナ太郎ジョーゴ好きって言ってたから、これ呪霊にしよう。呪霊、何これ、技とかもね出せるんですよ、災害の炎とかあるけど。おー、すごい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 。極の番印とかある。極の番印。やばい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 、やらかした。やばい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 。バレるバレる、ケナ太郎に。やばい、ちょっと。うわー、でっかい隕石落としちゃった。やべ、やべやべやべ。やべ、地形破壊した。あ、やばい。ケナ太郎にバレる。え、何今の。え、お姉ちゃん今の何。何何何、どうしたん。これにさ、隕石みたいなの見えたんだけど。隕石撃ってきたの？俺を知らないけどな。いやいや、そんなわけないじゃん。今の音聞こえてないの？目の前にいたじゃん。いや、ごめん、他のことしてたから。ちょ、また降ってくるかもしれないから家帰ろう。あぶねあぶね、バレるとこだった。じゃあ今からケナ太郎サバイバルに誘って、いろいろ話して、ケナ太郎が嘘をつくかいろいろ見ていこうと思います。ちょっと待って、ケナ太郎。おい、あ、何。いや、ちょっとさ、サバイバル行かない、うん、いいよ、洞窟探しに行こうぜ。じゃあケナ太郎にダイヤモンド装備あげちゃったからさ、ダイヤ欲しいんだよね。つまり最強マインクラフターの俺の力を借りて、ダイヤを見つける手助けをしてほしいってことかな。まあ、初心者くん、もうそれでいい、それでいい、それでいいよ。いいだろう、では行こうではないか。新年初ダイヤをゲットするぞ。おい、極門鏡があるぞ、こんなとこに。獄門鏡だ。あんま近寄らない方がいいよ、ケナ太郎。とりあえずまあいいや、木を取って
タイヤをゲットするあれしましょうか。お兄ちゃんやばい。なになになに。骨折したガチ出てる。どこ、こっちこっちこっち。あ、いたキヤ太郎。いや助けて、骨折した。何骨折。絶対嘘だ、骨折だってマイクロでしないで。お寿司屋のるよー。何ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。いやいや、ちょっと待って、ケアだろ、お前嘘つかないって言ってたくない？あ、うん、こんなとこに落とし穴が。今ドッキリ大成功って言ったよな。しかも骨折したとか心配させるようなこと言って、そんなドッキリするんだ。骨折したって言ってないよ。いや言ってたね。知らないな。お前もうあれやな、嘘ついたから罰として、てけ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 て召喚ドーン。うわー、見てた。お兄ちゃんでしょ、中身は。お前は嘘をついたから死ぬがいい。領域撤回、外観撤地戦。はい、ということで皆さん、ケナ太郎嘘ついたんで領域展開でぶっ殺しました。いや、これで反省してくれるといいな。ちょっと一遍戻すか。よいしょ、はい戻しました。よいしょ、戻ってきた。ケナ太郎反省してるかな。おーい、ケナ太郎反省したか。あ、いた、うん、お兄ちゃん。どう、嘘ついてすいませんでした。いや、嘘ついたらね、出ちゃうからね、俺の心の闇が。それは闇を払って。闇を払って、夜の帳が降りたら合図だ。相対して回る感情線、ザレ事などは食べ捨ていけと。歌詞違うし。俺が悪かった、ごめん。あー、分かってくれたらいいよ。もうさすがにしないでしょ。うん、もう絶対嘘つかないって決めた。はいはいはい、信じて俺を。信じるわ。てかさ、お兄ちゃんにさ、ちょうど俺見せたいものあったんだよね。なに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 。新しくペット飼って。新しくペット、ゴレゴレさんっていうペット。ゴレゴレ、うん、なんだゴレゴレって、すごい名前だな。じゃーん、これただのゴーレムかよ。ただのゴーレムじゃねえよ。痛い痛い痛い、ごめんごめんごめん。何、見てろよ、うちのゴレゴレさんの強さ。何何何、ゴレゴレさん戦え。ちょ、危ねえ危ねえ危ねえ。ゴレゴレさん、ゴレゴレさん、あれ、ゴレゴレさん戦わないよ、ケア太郎。あ、ゴレゴレさん来た来た。挨拶してるって、全然戦わないじゃん。ほら、ゴレゴレさん、ゴレゴレさん、ゴレゴレさん、ひび生えたよ。ひび生えちゃったけど大丈夫。おい、ゴレゴレさん、なんで俺のために戦ってくれないんだよ。これこれ大丈夫か、これこれ。おい、投げれ投げれな、おい、バカ。大丈夫か、これこれさん。どういうこと。まあでも、ペット飼ってるだけお兄ちゃんよりはすごいけどね。お兄ちゃんペット飼ってないから。俺もペット飼ってるよ。俺のペットすごいからね。まだちょっと YouTube では出したことなかったけど。見たいの、ケナ太郎。見せてよ。ちょっとやっちゃおうかな。本当に本当に。いや、ゴレゴレさんはでもすごいからね。ゴレゴレさんはね、5倍の大きさになってこの町を一つぶしで倒せるぐらいすごいからな。え、嘘ついてる。いや、嘘じゃない、本当だよ。じゃあちょっと一発殴ってみていい。一発殴ったらゴレゴレさんはマジで爆発してお兄ちゃんのこと殺すけどね。本当か。クリーパーと同じだから。じゃあ行くよ。うん、やってみる。え、あれ、嘘ついたね、ケア太郎。嘘じゃないよ。いやいや、嘘じゃないの。俺のゴレゴレさんは強いか。逃げちゃったよ、あいつ。はい、ということで皆さん、ケナ太郎また嘘つきました。もう次はですね、ペットの話してたから、伏黒恵みの能力使ってちょっとドッキリしようか、ケナ太郎に。領域展開したいけど、まず領域展開の前に、なんか、あ、なんかしよう、なんかしよう、なんかしよう。おい、うん、どうせお前領域展開してくれたろ。なんで知ってんだよ。だってさっきしてきたじゃん、外観敵戦。お前が嘘つくたびに俺は領域展開してボコボコにすんだよ。行け。だから俺はそれに耐えれるようにね。さ、わ、オロチ、オロチ、まさか、まさかこれ、おろちが、よし、食べた。イエーイ、強っ。あ、いていていて、これ、いて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 、死ぬ、死ぬ、動けない。術式解除。なんで俺まで食らわなきゃいけないの。動けなくなった、助けて。痛い。俺狙われてんだけど。自分のやつ食らってるじゃん。危ねえ危ねえ。ガサ。なんで俺が狙われてんの、この蛇に。やっぱちゃんと使いこなせてないんだよ、君は兄さん。ああ。やばい。こうなったら。ザック。領域展開。看護を安慰て。倒した。攻撃がなかった。イエーイ。
はい、ということで皆さん、ケア太郎がね、ちょっとした嘘ついたんで、また領域展開でボコボコにしてやりました。いやーもう癖になってるね、嘘つくのが。なんでもうちょっと、もし今からね、もうちょっと時間あけて、もしまた嘘をついてたらね、最後もう五条先生の必殺技、領域展開無料空所でケア太郎を最後ボコしたいと思います。まあ、今日はちょっとやりすぎたんで、一旦また明日になったらこのドッキリね、仕掛けていこうと思います。ということで、明日まで時飛ばし。おい、覚えてろよ。何何何何、どういうこと。はい、ということで明日までスキップ。はい、ということで皆さん、あれから1日経ちました。てなわけで、今日もちょっとケア太郎、嘘をつくかどうか様子見ていこうと思います。最後はもうね、ちょっと待って、なんか TNT ある家の外に、ないないない、おー、ちょ待って、なんか TNT、あ、ケア太郎、おい、何？ちょっとこっち来い。ちょっと待って、ちょっとこっち来いじゃねえよ、お前。なんだよ、こっち来い。ちょっとこっち来い。やばいやばいやばい。なんか、なんか、レッドストーンある。動けな！離れろ、離れろ。離れろ。離れてます。いいか？今このレバーを引いたらな、あのお兄ちゃんの家は、ボコボコになくなってしまうからな。ほう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 。これで俺がどんだけ嘘をついても、お兄ちゃんはビビって俺に領域展開することができないだろう。考えたぜ、俺が嘘をついてもいい世界の完成だ。いや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 、ちょ、ケアだろ、ケアだろ、なんだこれ、届かないよこれ、回路届かないよ、こんなに遠くに置いてたら。なんでだ。リピーターがないから。あ、ちょ、100m 走2秒。なんかめっちゃ嘘ついてるあいつ。毎日モテまくり。焼肉100人前を3秒で食べれる。おい、お前こいつ羨ましいか、嘘つけるのが。お兄ちゃんは嘘ついたらお兄ちゃんの家ぶっ壊すからな。いやいや、俺の家を人質にしてこいぞこいつ。分かったよ、もうちょっと待っとけ、ケナ太郎。なんだ。いやいや、なんでもないなんでもない。よいしょ、逃げて。はい、ということで皆さん見ましたか、僕の家が人質に取られました。なんでちょっと僕はいい方法思いつきました。皆さん、領域展開って広いじゃないですか、範囲が。なんであれ、ギリギリケナ太郎が入るぐらいの場所で領域を展開すれば、なんとかケナ太郎をやっつけることできるんじゃないかなと思って、ちょっとその作戦でいきます。遠くから領域展開でケナ太郎をゲットだぜ作戦やっていこうと思います。最後なんでね、術式チェンジャーで五条悟にしますよ。よーし、皆さん、じゃじゃーん、絶妙に似合ってない。五条悟の能力ゲットしました。領域展開無料空所ケナ太郎に使っていくんですけど、この無料空所使ったらね、近くのね、もう1メートル先も見えなくなって真っ暗な世界にね、閉じ込められるんで、ケナ太郎があのレバーからちょっと離れた隙にこの領域展開使おうと思います。さあ、どこら辺の距離から領域展開しようかな。あいつずっとレバーのところで俺の家を人質に取ってやがる。話しかけるしかないかな、もう。うわー、戻ってきよ。いやー、いなさん、ダサいサングラス。いいなー、ケナ太郎嘘つけて。いいだろー、人質だぞー。あー、羨ましいかー。いやいや、ちょっとこっち来いよ、こっち。まあでもちょっとぐらい離れてもいいよ。いいよいいよ、俺ここら辺いるから。ほら、どうだ、怖いだろ。おー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 、嘘嘘だよ、嘘だよ。聞いてみろ、聞いてみろよ。じゃあ、はい、こっち行くよ、こっち。ザッコザッコ剣のそういう、ザッコザッコ。何してるんだ、あいつ。ビビらすな、ビビらすなよ、ビビらすな。よし、じゃあ皆さん、もうケナ太郎油断しきってるからね、ここで無料駆除します。来てみろ、来てみろ。おー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 。あ、来てないか。よし、じゃあ行きます、皆さんも。ケナ太郎、なんだよ、領域展開無料空所。これじゃあ無理だぜ。これじゃあ無理だぞ。あ、待って、レバー、レバーの場所が出た。ちょっと、やばい、くそ、離れた、レバーの場所が。そういう作戦か。よし、許してください。何、許してください。許してください。もう嘘はもうつきません。
許してください。いやいや、散々それ言ってるよね。あ、もう嘘つけではなりません。正直に行きます。だから許してください。じゃあ分かったよ、ケンアタロウ。今ちょちょちょ、おー、こちゃぼ。あ、違う。はい、皆さん見ましたか。みんなもね、こんなケンアタロウみたいに嘘つきにならないように正直に生きていってください。よし、じゃあケンアタロウ、お前はよくも俺の家をやってくれたな。まだやってないです。術式順天青、術式反転赤、挙式紫。やばい、やめて、やめて。オッケー。ということで今日の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。